今度はお惣菜系のデリ系のサラダを取ってまいりました。こちらは、昆布サラダですね。手前のが昆布サラダが出来たてだったので美味しそうで、アボカドを多めにして取ってきました。そしてこちらが、ポテトサラダのようなものですね。そして、人参のキャロットラペ。こちらは、カニのサラダですね。人参の横がカニのサラダ。そしてこちらも王子が食べていたので、ちょっと私も食べてみたくなりました。ハワイアンライスサラダ。ライスサラダって不思議ですよね。そしてこちらがコーンチップの上にこうタコス、なんかタコスっていうのかな、なんかひき肉のあのタコライスの上に乗せるような肉だねとチーズをかけてみました。こんな感じでちょっと多種多様なあのデリ系のサラダをいただきたいと思います。いただきます。